日本三重県鳥羽市大見東町大見東町は三重県鳥羽市の町。鴨川河口を干拓して造成した土地で、鳥羽中央公園や鳥羽市立図書館などが立地する鳥羽市の新市街地をなす。住民基本台帳に基づく2019年10月31日、現在の人口は553人、2015年10月1日。 現在の面積は0.281651049平方キロメートル。郵便番号は517-0022である。戸橋の中部、鴨地区の北部に位置する。干拓地であり、鴨川河口の右岸に位置する。長域の3分の2ほどを占める北西部には市民の森公園や戸ば中央公園が立地し、残る南東部は市営住宅や ビレッジハウスなどの住宅団地となっている。北側を鴨川が流れ、安楽島大橋で、飛ばしていめと結ばれている。港湾法に基づく運輸大臣の認可により、鴨川再下流道路強化流の河川水面は、飛ば港の港湾区域に含まれるため、大民東町の鴨川水面は、飛ば校の一部である。東から南にかけては、安楽島町、西は、大民西町と接する。 大民西町との境界を三重県道750号、あごいそべとば線が通る。大民東町、大民西町は、鴨川河口の湾曲部にあたり、起伏に富んだ基盤となる岩盤の上に、軟弱な粘性土層が厚く堆積した地層をしている。その上からり土を行って土地を造成した。1971年の造成開始時の干拓地の、 平均標高はプラス2.33メートルで、その上に2.5メートルの森土を行ったので、完成当時の大民地区の平均標高はプラス4.83メートルだったが、2008年12月に、三菱電機が移動体3次元形状計測車両を用いて計測した結果、平均標高はプラス1.6から1.7メートルほどと平均約3メートルの地盤沈下が、 発生していることが明らかになった。軟弱地盤の上に盛り土したため、大民地区では広範囲にわたって地盤沈下を引き起こしている。大民地区の建築物は建設時点から地盤沈下を見越して区域層を施しているので建物、そのものは沈下の被害は警備であるが、杭を打っていない道路や駐車場は大きく沈下している。沈下速度は2008年時点では、 年性塗装の厚さが25メートル前後の地点で最大となっているが、年性塗装の厚密が完了するとシミュレートされている2128年には、年性塗装の厚さが40メートルの地点の沈下量が最大となるという解析結果が出ている。また標高が低く、川口部に位置するため、津波や高潮による浸水被害や軟弱地盤による地震時の激しい揺れが懸念されている。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鴨川川口部事業会始前の様子。一帯が水面であることがわかる。出展、アメリカ軍、鴨干拓地完成したものの放置されていた頃。出展、国土交通省、国土画像情報大民東町と、大民西町赤い線で囲まれた右側が、大民東町。出展、国土交通省、 国土画像情報地域の86.5%を三輪原野が占め、平地がごく限られる。戸ば市では埋め立てや干拓によって面積を拡大していった。特に島群戸場町に隣接する鴨川川口部の鴨村、北部は明治時代から注目されていた。最初に事業を企てたのは東京市で小脇造船所を経営する小脇菊三郎であった。 キクサブロは、東京から鳥場へ造船所を移すために干拓によって土地を造成し、7000から8000トン級の船を4から5隻、係留できる岸壁、ドック、倉庫を建設、さらに鳥場駅から三宮線を延長して、干拓地に引き込む計画を1903年に打ち出した。この計画は造船所の整備を通して、鳥場港を商業、軍事両面から、 重要な拠点とし、陸海の交通結節点にする壮大なものであった。計画のみならず、1904年から実際に、干拓事業に着手し、その築堤に並んだ松の木が、天の橋立てのような景観を生み出した。当時の資料、三重県案内には、現に工事中に属す、今や湾内の春節及び、埋め立てをくわ立て、 大選挙巨数個を儲け倉庫を建設し死を投げすること、百数十万という記述があり、多額の資材を投じて工事を進めていたことがわかる。しかし、当時の土木技術の水準では非常な難工事であり、1909年に菊三郎が亡くなると事業は停止した。次に、菊三郎の娘婿である、大脇家作りが1918年に12万坪の埋め立て置きとしたが、 石積みの護岸工事に着手しただけで観光を見なかった。続いて昭和戦前期に神戸成功所が埋め立てに乗り出したが太平洋戦争に突入したため中止となった。三度の頓挫を経て1951年に農林省は食料増産を目的に観拓計画を立案し1954年に着工した。 1961年1月8日に塩止め式を取り行い、1964年に55、長部を干拓して事業を終了した。菊三郎の計画から61年後、農林省による着工から10年後の出来事であり、完成した土地は鴨モ託拓地と呼ばれた。しかし、この頃には食料事情は改善していたため、農林省は 農地として利用する計画を中止し、土地は放置同然となった。中心市街地まで産地が迫り来る地形に長年悩んでいた戸橋当局は、鴨モ宅地を多目的に活用しようと考え、農林省に払い下げを申請し、1970年に戸橋開発公社が44.5577ヘクタールを取得した。この頃より鴨モ宅地は、 尾脇菊きくさの名にちなんで大民と通称されるようになった。校舎は1971年5月、鴨も観拓地総合開発事業を開始し、安楽島町、細田の民有地約88円を買収して、霧戸を行い、そこで発生した土砂を観拓地へ一様に約2.5メートル盛り土した。1974年5月に盛り土を終えると、体育館、公園、 図書館などの公共用地開発と公営住宅、分譲住宅の宅地開発に乗り出した。運動公園である賭場中央公園は1973年4月14日の賭場市民体育館の開館を皮切りに順次施設整備が進み、1987年6月28日の水泳プールの竣工により全施設の建設が終了した。科館宅地は 安楽島町及び船津町に編入されていたが、複雑に地盤が入り乱れていたため、住居表示を導入すると同時に、新町名、大民東町、大民西町を1981年に制定した。同年6月29日、市民の森公園が開園した。1989年7月17日、鳥羽市立図書館が新築開館し、 1997年3月には、戸場商工会議所会館が、2000年2月には、戸場市保健福祉センター、日溜りが完成した。2007年3月11日には、戸場市リサイクルパークが開業した。総数、世帯数、人口、大民は、干宅を計画した、小脇菊三郎の姓に由来し、大きく明けゆくようにとの願いを込めて、大民の文字を当てたものである。 東町は大民西町とタイになるように命名された。大民という地名は、飛羽市開発公社が農林省から鴨モ館宅地の払い下げを受けた1970年頃より使われ、はじめ、1981年に正式な地名として採用された2015年の国勢調査による15歳以上の就業者数は292人で、第一次産業が5人。 第二次産業が68人、第三次産業が219人となっており、産業別では、多い順に宿泊業、飲食サービス業、卸売業、小売業、製造業、医療、福祉、建設業の順になる。2014年の経済センサスによると、大民東町の全事業所数は48事業所、従業者数は332人である。 具体的には宿泊業、飲食サービス業が10、卸売業、小売業が7、生活関連サービス業、娯楽業、サービス業が各6、建設業と、医療、福祉が各4、運輸業、地方公務が各2、製造業、水道業、通信業、保険業、物品賃貸業、技術サービス業、教育、学習支援業が各1事業所となっている。 全四4 8事業所のうち30事業所が従業員4人以下の小規模事業所である。大民東町には鉄道は通っておらず、最寄り駅は近鉄島線島赤崎駅である。島赤崎駅から大民東町まで徒歩で15の25分程度かかり、カモメバスとバ二崎線で結ばれている。2019年現在、大民東町にはカモメバスが乗り入れており、 細田、ひだまり、鳥羽図書館前、市民の森、鳥羽体育館前の5つのバス停がある。特にひだまりバス停は4路線が乗り入れ、運行上の拠点となっている。市民の森公園のガリバースベリとば市民の森管理棟。ありがとうございます。